こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。今回ご紹介するのはボートからのキャスティングのエギング。ボートからのキャスティングのエギングはこのボートの機動性を生かして新しいポイントを次々に打つことができます。で、船の流し方、狙いどころ、またどういったタイプのエギングを使ってどのように攻めていくかを紹介します。よろしくお願いします。で、釣り場について根がある、でもしくは魚探にベイトの反応がある。やはり広範囲に一回散ってると思うんで、まずその自分のエギを見つけてもらうために使うのがエギライブサーチのグローバルカラーで、 GC カラーでも特にこのホワイトとイエロー、この濁りの中でもすごく目立つんで色が膨張するんですよね。なので濁りの中でもしっかり音とその色で見つけてもらいやすい GC カラーのホワイトとイエロー、これで攻めていきます。まず一番その人の目からも視認性が高いイエローからいきます。エギオライブサーチを使うときはラトル音を鳴らすことを意識してください。ふんわりしたゆったりしたしゃくりよりも割と初速の速いアクション、もしくはショートジャック、こういったの細かい動きをつけることでライブサーチのそのラトルサウンドっていうのが効率よく快調になります。でせっかくラトルモデルを使ってるんで、なるべく音を鳴らしてアピールする、エギの機能をこう適切に使ってあげることが大事ですね。シュアのキャスティングと違ってやっぱりピンスポットで来るイカを狙い撃って釣る釣り方ではなくて、広範囲にいるであろうイカに対してこう見つけてもらう釣りっていうのがボートのキャスティングなんですね。船も流れてますし、だから仲間で何人かやるっていうのはものすごくアドバンテージがあるんです。何人かでエギを投げることによってイカの群れの活性も上がりやすいですし、あとどこにイカがいるかっていうのをいち早く見つけられますね。なので何人かでエギを投げるっていうのはやっぱボートキャスティングではものすごくアドバンテージがあります。明確な定義はないけど、でもティップランでやるんであれば最低でも水深もうど10ぐらい、でもできれば15、もっと言えば20っていうぐらいで、やっぱりある程度の水深がないとそのボートの影が太陽の向きによっては自分がエギを入れたいポイントにもう次々ボートの影を映し込んでしまってアオリイカにプレッシャーを与えてしまうんですね。なのでボートのキャスティングだったら投げるんで、割とあのボートが通るエリアから外したところを釣ることができるんですけど、キャスティングであればその船が岩に当たったり座礁しない水深、汽水が裂ければ3メートルでもできますし、バスボートだったらもっとギリギリまで攻めたりとかできるとは思うんですけど、15メーター以内までがキャスティング、15メーターからティップランと考えると分かりやすいかもしれないですね。そうですね、しゃくり上げた後にどうしてもあの潮と風が逆の状態ですと常にラインテンション、もうひどい時だと リールを巻いてるのと同じ状態になるんですね。止めててもそういう時はもうしゃくる時もあのグングンって引っ張ってしまうとエギが移動して上がりやすくなるんで、瞬間的にこう短く移動、キュッキュッと動かしてあげるようなイメージですよね。しゃくりも鋭く上げたらもうベールを返してこうフェザーリングといって徐々にこうラインを出しながらエギを元のレンジまで後ろにこうバックさせながら沈めていくってイメージです。必ずしもエギって前に上げて前に落とさなくちゃいけないってわけではなくて、上げたものが落ちればイカが抱くチャンスがありますから、その状況に応じてエギを元のレンジに戻してあげる動作っていうのが必要です。で自分の今立っている状況がどういう状況か、風向き、潮の向き、潮の強さ、流れるスピード、ここに自分がラインを出すのか、または徐々にこうたるんでいくんだったら徐々にリーディングしながらこのラインの状態をこうコントロールしていく、
壁が一番こう仕事をしやすい状況を作るっていうのが大事ですよね。そうですね、ティップランというのはその繊細な穂先を使って目視、目で見てその当たりを分かりやすくしてるんですよね。で竿自体も細いんで竿に伝わる振動、イカがこうトーンと叩いたとかそういうのも分かりやすいです。なのでイカがタッチしたのを確認してアングラーかけていく釣り手が、それがティップランなんですけど、キャスティングの場合だと割とあの糸吹けも多く出るんですよ、キャストする分ですね。で水深も深いですし、なかなか糸が張りにくい。で背中から風を受けてどんどんこう新しいポイントに入っていくんでラインが吹けやすいんですよね。その分イカの当たりがダイレクトに伝わりにくいんですよ。でそのしゃくってる途中でフッキングしたりするんですけど、とにかくあのキャスティングの方で大事なのはしっかりと液を沈めるカウント、自分の中で数えるってことですね。イカも一回あのエギを抱いたらそれほどこう短い時間でパッと離すことは少ないんで、次のしゃくりで乗るっていう風になるんですけど、キャスティングのあたりはラインが走るとかラインがピューッと走っていくとか、その風がない時だったら徐々にこう引っ張られていくラインが止まったり震えたりとかあるんですけど、どうしても風がある日の方が多いと思うんですね、釣りしてて。それほど神経質にキャスティングで当たりを取るということは意識しなくてもいいかなと思ってます。オッケー、来たよ。やっぱりこの濁りの中では音の要素ってものすごく強いんです。釣り場について1投目、もしくは潮が濁っている時、このライブサーチの音っていうのはすごくあのエギの情報を遠くのイカまで届けてくれます。オッケー。水が濁っていたり、あと釣り場についてファーストキャストだったり、そういった場所でやっぱりアピール力の強いエギってイカを寄せる力がありますよね。イカがどこにいるかわからない、まず自分のエギの存在を届けてイカの方から寄ってきてもらう、その遠くからイカを呼べるっていうのもサーチの特色ですよね。沈んでいるロープやまた漁網、これをかわすやり方っていうのは、そこにつけて引っかかってしまったものを回収するっていうのはもうラインを太くするしかありません。で私もやるんですけど、なるべく引っかからせないようにまずこのある程度の水深というものを把握するんですね。でエギング船のそのボートの船長ならこの海域がある程度どのくらいの水深かというのを把握してます。なので例えばエギを 3.5 号のベーシックを使うんであれば1メートル沈むのに約3秒、で船長はこの海域はだいたい10メートルぐらいですよって言われたら30秒待てばだいたい底付近につきます。で完全にそこにはつけないです、根掛かりの確率が高まるんで。なのでパッケージに書いてある1メートル沈むのに何秒かかるかっていうものをまず覚えておいて、船長が言ってくださる水深、これをかけます。なのでここが水深10メートルぐらいなんで、投げてまず30秒ぐらい待ちますね。30秒だったらもうそこについてしまうじゃないかと思うんですけど、 P ラインは浮力があります。なのでパッケージに表記されている沈下速度よりも若干遅いんですね。だいたい底付近まで行けばイカのその餌を取るゾーンまで入っていくので、完全に着底させなくても大丈夫です。でこの時に着水してから秒数を数えてます。でこれを1、2、3って数えてると話しかけられると忘れてしまうんで、私はキャストして着水した時にこの時計の秒針見てますね。で大体30秒近く、最初の数字を覚えておけば30秒でチラッと見るだけで分かるので、でそこ付近まで届いたらしゃくりを開始します。1、2と。でこれで2回ぐらいのしゃくりで、エギと自分との距離によりますけど大体 1.5 メートルから2メートルぐらい上がってます。
ショート弱なら3回4回で、上げた分だけ2メートルだけ上がった分だけまた元のゾーンに戻していきます。5秒から6秒待って、でこの時も弱点取りません。また弱ります。1、2と、そしてまたエギを元の水深まで戻していく。でエギが自分に近づけば近づくほどこのラインの角度がどんどん立つんですね。そうするとエギは同じ力で弱点もどん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 跳ね上がっていくので、自分にエギが近寄ってきたら少ししゃくりを弱くするか、しゃくる回数を減らしてなるべく同じ層を通していきます。このある程度の水深を把握しながら自分でエギが戻るまでの秒数をカウントすることで、そこにあるようなその障害物にエギがコンタクトすることなくずっと同じゾーンを引いておれます。こういったあのメタルジグとかあの重りですね、重りを使って自分の足元の水深だけ把握するのも手です。でギングで使う大体3000番から2500番のリールって、大体リールのハンドル1回転で75センチから大体80センチぐらいなんですね。なのでその重たいものを強制的に沈めて、まず1回ボトムまで沈めます。でそこからハンドルを何回巻けるかっていうのを計算することで、おおよそですけど水深を自分で把握することができます。今着きました。でいきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18回。なので約、まあ、80センチと仮定したら大体14メーターぐらいですね。14メーターから15メーターの間、こうすればキャストした時に14メーターが15メーターなんで、かける3秒、45秒ぐらい待てば大体底付近まで息が届けられる。で場所によってはその岸向きに打っていくケースがあります。例えば沖にボッと出てる岩、もしくは岸沿い、その岩に対して投げていく、そういったポイントって割とですね、あのいい漁場にもなっていて、網が仕掛けてあったり、またロープが沈んでたり、もしくは岩が立ち上がっていたり、海藻帯あったり、その根掛かりする要素がたくさんあります。なので見えてる岩に対して投げます。ちょうど着水地点が浅いんで、着水して水深があまりなければもうすぐ1、2としゃくりを開始して約5秒6秒待ちます。で今 3.5 を使ってるんで、だいたい2メートルぐらい沈ませます。そしてまた少し弱く1、2としゃくったら、次8秒から10秒もっと深いところに入れていきます。そうすることで引っかかりやすい浅いところから深いところに入っていくような地形でも、しっかりとイカのいるゾーンを効率的に根掛かりの可能性を回避しながら通すことができます。エギングで一番大事なのは美しいしゃくりとかそういうことではなくて、投げたエギをきっちり根掛かりさせずに足元まで引くことなんですね。自分の一頭一頭をきちんと足元まで引き切ることで、イカに出会える可能性というのはぐんと高まります。オッケーオッケーオッケーで、ラトルのタイプを投げて、エギをライブサーチを投げて反応がなくなった、もしくは潮色が変わった、そういうタイミングではこの K 村ボディ、大人アピールを1段階減らして K 村ボディ、そういうローテーションにすると、その場で今まで手をつかなかったイカがまた釣れ続くみたいなですね。エギの反応があるときにこそ、たくさん釣れてるときにこそエギをどんどん変えていった方がいい結果が生まれることもあります。